か隊長、待たせちまったみてえだな。あ、これか。石切りがくれたんだよ。今日はいろいろと動き回るだろうから、動きやすい格好のがいいだろうってな。俺としちゃ格好なんてどうでもよかったんだけどよ、なんか変だったか。そうか、ありがとな。隊長に褒められるなら、慣れねえ格好をしてきた甲斐もあったってもんだ。とこんなところで話してても仕方ねえ、そろそろ出発するか。ああ、前に町に連れ出した時は結構な騒ぎになっちまったからな。にしても石切りも水くせえよな。工房での作業が忙しくて取材の時間が取れねえっていうのなら、さっさと俺を頼ればいいってのによ。隊長が来てくれたのはそういう理由だったわけか。なら遠慮なく付き合ってもらうぜ。石切りに教えてもらった店はここみたいだな。ああ、どうやらそうみてえだ。石切りにもらった帳面によると、恋愛成就のご利益があるとかで人気になってるとか書いてあるな。なんか縁結びにすごいご利益がある神社にあやかってるって話だ。食い物にご利益を求めるなんて東海はよくわからねえな。まあいいや、腹も減ったし、とにかく並んで買ってみるか。だけど並んでる時間が長すぎて、早く食わねえと死んじまうよ。もう我慢できねえ、早速食っちまっていいか。じゃあいただきます。石切りにもいい報告ができそうだ。って隊長、口元にあんこがついてんぞ。いや、そっちじゃなくて、はあ、めんどくせえ、動くんじゃねえぞ。あ、動くんじゃねえって言ってんだろ。ほら、これで取れたぞ。まったく、もったいねえな。どうしたって、もったいねえって言っただろ。この程度で恥ずかしがんなよ、別に大したことじゃねえだろ。向こうの奴らも同じようなことしてたじゃねえか。ことばかり言いやがって。そうだよ、初めて一緒に戦った時も惚れただのなんだの言ってきて、って思い出させるんじゃねえよ。
んじゃせっかくの大福の味がわからなくなっちまうじゃねえか。あ、謝る必要はねえよ。別にその怒ってるわけじゃないずら。気にすんな。ちょっと国の言葉が出ちまっただけで。ああもうやっぱダメだ。こんな調子じゃおちおち飯も食えやしねえ。よし、次の店に行く前にそこの広場で少し相撲に付き合ってくれ。細けえことは気にすんな。ほら行くぞ。ほら隊長、早く行くぞ。この機会に今までの決着もつけさせてもらうからな。